はい、皆さんこんにちは。今日はこちらに来てます。18マジェスタ、今からですね、ガソリンを入れに行こうと思うんですが、ガソリンがあと何キロぐらいかな、3キロとか4キロぐらいしか走れない感じですね。ガソリンを給油しに行く動画になります。こんな感じで、ここは公園ですかね、広い公園、ランニングしてる人もいるし、犬たちを散歩してる人たちもいるし、穏やかな場所になっております。このちょうど裏側かな、向こう側にはなんか高校があって、高校生とかねよく歩いてたんですけどね、今コロナウイルスでね休みが続いてるせいで高校生の姿は見かけられません。はい、それではですね、ガソリン入れに行きたいと思います。それでは車乗りましょう。エンジンかけます。現在航続可能距離って読むのかな、3キロです。これゼロになったらガソリン入れようと思うので、ゼロになるまでちょっと走りたいと思います。もうガソリンランプもついてますね。はい、それではレッツゴー。ここの左は前、紹介したところですね、ドッグラン。あ、かなり人がいますね。かなり今犬がいましたね。ちょっと今日は犬関係じゃなくて車関係の動画なんで、また後日ですね。あそこにも行ってみようと思ってたんですけどね、まだなかなか行けてなくて、ここの道路はよく僕がドライブで来るところです。はい、ここを左に曲がります。まあガソリンスタンドに着く頃には多分もう、可能距離がね0キロになってると思うんで、いくらかかるんだろうね満タンにしたら。前ね満タンにした時の動画出したんですけど、あれから出してないので、ちょっと今日は久しぶりにねガソリン給油動画になります。明日緊急事態宣言が解除されるみたいで、もう解除される前から結構出歩いてる人たちもいて、まあ解除しますよっていうのが出たらもう多分僕もそうなんですけど、やっぱ気がちょっと緩むのかなっていうのもありますし、僕自身もちょっと気が緩んだかなっていう自覚があったので、ちょっとそれに関しては、ね200何人感染してた時期の、危機感というか、その危機感はね忘れずに日々生活していかなきゃいけないのかなって思いますね。まあコロナウイルスをちょっと恐れすぎてもまたね行動範囲とかもできなくなっちゃうんで、行動範囲が狭くなっちゃうっていうのもあるし、まあしっかりね対策をしとけばいいのかなっていうのもあるし、まあ、難しいですね。本当人によってこうね危機感が違うんで、危機感が違う人同士が一緒にいるっていうのはすごく難しいと思うんですけど、まあその家族の中だけでもねそういう、危機感は同じにしときましょうみたいな会議みたいなのをするのもいいかもしれないですね。今日2020年5月31日なんですが、明日ね緊急事態宣言が解除されるみたいなので、まあ、それに伴ってこう今言ったみたいに家族会議して、危機感レベルをねこの時はこう、この時はこうしようみたいないう話をまたうちでもねしようと思ってるんで、そんな感じで航続可能距離1キロです。あとガソリンスタンドに着く前にガス欠になるっていう
面白パターンにはならないようにもうすぐ着くんで。はい、今セブンイレブンの看板が見えると思います。ここ、セブンイレブンにね入って入ったところにガソリンスタンドあるんで、ここに入りたいと思います。まあ、もうすぐちょっと梅雨になるみたいで、今日本当は洗車しようと思ってたんですよ。で、洗車動画も撮ろうと思ってたんですけど、明日雨なんですよね。なのでって感じですね。まあ、今週ちょっと曇り雨が続くみたいなんで、なんかこう僕はもう本当に洗車1日1回とか2日に1回しないと無理っていう人ではないので、まあ本当にね1ヶ月に1回ぐらいでいいかなぐらいな感じなんですけど、本当の車好きからしたらいやありえないっていう言われるのかな、もしかしたら。昨日はねマジェスティ僕洗車したんですけどね、ちょっと洗車動画撮らなかったんですよね。昨日すごいいい天気で、まあ梅雨入りするんじゃないですかね、今週来週ぐらいにはするんじゃないですか。現在航続可能距離0キロになってますね。ガソリンランプもついております。さあガソリン入れていきましょう。今気づいたんですけど、めっちゃ汚れてるっていうね。はい、ガソリン満タンに入れました。航続可能距離480キロになりましたね。ガソリンメーターもマックスになりました。はい、ガソリン代ですね、全部でじゃん、8228円になりましたね。1リッター133円ですね。 61.87 リットル入りました。これでまたドライブ行けますので、480キロ分無駄に走りたいと思います。ありがとうございました。